はい、皆さん、こんにちは。下田毅でございます。今回は、神経痛に用いられる漢方薬について確認していきましょう。神経痛ある漢方薬を使ってみたい。じゃあ、どういった人にどんな漢方薬向いているのかってことを今回確認していきます。じゃあ、今回取り上げた創薬なんですが、4つあるんですけども、ま、胸翼漢糖、素径活血糖、 五尺さん、そして、形詞、果実舞踏となっているんだけど、どんな風に分類しているかというと、実証向けか、巨匠向けかって感じで分類分けしています。まあ、よく関東は実証、中間証向け、そして、素形、拡結等五尺さんは中間証向けとなっていて、そして、形詞、果実舞踏は巨匠向けとなっているということです。まあ、これが大まかな分類。じゃあ、それぞれどういった特徴あるのかっていうのを続いて見ていきますが、 まずは、実証中間症向けの魔教欲関東から確認していきましょう。じゃ、この魔教翼関東なんですが、名称から構成生薬がわかります。魔が魔王、教が虚人、欲が翼欲人、肝が肝臓となっていて、4つの生薬で構成されているということです。 で、この含まれてる中で、魔王がですね、まあ、特に実証向けとなっていますし、この魔王が痛みをですね、取る作用がある。そして、抑異人が抗炎症作用があるよね、とされているということですね。じゃあ、この魔教翼関東なんですが、どんな人に向いてるかというと、体力があって、筋肉とか関節が腫れている。 そして痛みを伴う場合なんかに向いているとされていますんで、実症中間症向け、そして筋肉関節腫れていて痛みを伴う場合なんかは、まあ今日よく関東を選択するのがいいとされております。じゃあ続いては中間症向けの素形滑血等を見ていきましょう。でも素形滑血等なんですが、名称からどういった漢方か大まかに見ることができるんですが、 この K っていうのは血管表してます。で、も血管が阻害されてると。で、阻っていうのは疎通させるってことで、阻害されてる血管を通していくと。で、滑血っていうのは血を巡りを良くするってことなんで、阻害されてる血管を疎通させて、血の巡りを良くしていくっていうのが、阻軽滑血糖となっているということです。で、この阻軽滑血糖なんですが、含まれてる生薬がかなり多い17種類となっていて、 すムラの漢方薬で一番多いのが、防腐通聖酸と言われてるんですけど、それで18種類。で、それに続いて多いのが、素系滑血糖となっております。で、この素系滑血糖なんですが、何が含まれてるか見ていきますけど、まず、陶器、芍薬、そしてですね、線球、樹液が含まれてるんで、下物糖と同じ小薬が含まれてるとなっています。ちなみに下物糖は、貧血にいいよねとされてるということですね。 で、それに加えて、陶器、当人が含まれてるんで、それによって血の巡りを良くしていくと。あとは、操術伏量がありますんで、利水作用があるよね。水毒なんかに良い,いとされてるということと、あとは防意が鎮痛に良い,いよね。とされているということで、まあ、いろんなね、生薬含まれてるんで、いろんな効果があるよね。とされております。じゃあ、どういった人に向いてるかというと、体力が中程度で、腰から足にかけてですね、痛みを伴う。 特に冷えることによって痛みが増す場合なんかにいいとされていますし、それに加えて血液が滞っている場合なんかにいいよねとされているのが素形滑血糖となっています。ということで中間症に用いる血が滞っている場合なんかに使うのがいい。あとは冷えによって痛みがですね、増す場合なんかに向いているっていうのが素形滑血糖の特徴となっております。じゃあ続いては五尺酸ですね。 じゃこの五尺三なんですが、どういった人に向いているかというと、中間症の人に向いているということ。で、作用としては、体を温めて血の巡りを良くするっていうね、作用があるとされていますし、あとは、香木が含まれてるんで、気を補うって作用があるとされております。で、それに加えて、伏量、半下、掃除術がありますんで、 水分の状態を良くしていくということで、水毒なんかに効果があるよねとされているということです。じゃあ、どういった人に向いているかというと、体力が中程度、そして冷えとか湿気によって痛みを伴う場合、あとは月経不順とか月経困難ある場合なんかに五尺酸が向いているとなっております。じゃあ、続いては巨匠向けの 漢方を見ていきますが、軽視か術部等ですね。これ見ていきましょう。じゃあこの軽視か術部等なんですがどうかというと、軽視等と同じ生薬を含んでいるとなっています。で、それに加えて、武士と双術が加わっています。で、この武士が体を温める作用がありますんで、 冷えてる人なんかにいいよねとされてる。痛みに対してもいい効果を示すと考えられてます。じゃあ、この軽視、果実ぶとなんですが、どういった人に向いてるかというと、体力がなくて、冷え症で、四肢関節に痛みがある、腫れがある、それに加えて、運動障害なんか伴う場合にいいよねとされていますんで、冷え症で体力ない、神経痛あるって言われた場合は、軽視、果実ぶとを選択していくのがいいとされております。 ということで今回は神経痛に用いられる漢方薬について確認していきましたが、それぞれどんな特徴を持っているのかってことを確認してもらって、より適切に漢方薬を選択できるようになりましょう。それではまた。